海外日本人選手最新ニュース鎌田大地がさ。ルニターナ戦に降る出場セリエ A 第32節が現地。間12日に行われ、ラツヨはサレルニターナを。無に迎えた、この試合にラツヨは4-1であつ。し、サッカー日本代表ミッドフィルダー鎌田大地はフル出場し。スポーツメディア、スカイスポーツはこの試合の鎌田に、6.5の高。 値を与え、二得点を挙げたフェリペアンデル。を MVP に選出している。今シーズンの欧州さ。はダゾーンで。お得に見るなら DMM× ダゾーン放題 PR マウリツイ。サッピ監督からイゴル・トゥドール監。西機関が交代してから、鎌田の活躍が続い。いる、この試合にボランチとして起用された。選手は、攻守に躍動を見せた。データサイト。 ホット MOB にルカ鎌田のパス成功率は97%ドット CB のパトリックと並みチーム内トップの値を誇るしかも鎌田は中でこの安定感を見せておりチャンスメイクも関与した点51分にはフェリペ・アンデルソンラストパスを供給したがブラジル人フォワードは後このところでハットトリックのチャンスをした さらに鎌田はインターセプトの数でも、無内トップを記録しており、守備役所、においても輝きを放っていた、パスを散らし、ルをダッシュする、プドル監督は3月31日の湯、ドス戦でも鎌田をボランチとしてスタメ、起用していたが、同志の狙いは今のところと、っているように見える。コッパイタリア順、ショーを含め、 ラツヨは今シーズン7試合を残す。ミダリーグ戦では、在7位につけているが、チ無は終盤戦をどのように戦うだろうか、鎌田。巨就も含め、注目が集まる。関連記事、中井拓宏。けじゃない。10代の欧州日本人サッカー選手5人。ぜ、欧州で活躍できなかった日本人選手10人さ。カー日本代表候補を100人選んでみた。 W 杯予選ア。アハイでチャンスがあるのは。両ウコラム作家。日本代表セリエ A ニュースラツヨ強を執作。海外サッカー鎌田大地。